メインストリートメインストリートバージニアシティは、アメリカ合衆国ネバダ州、ストーリー群の首都で非法人地域、リノスパークスと試験を構成する。1800年後半、ゴールドラッシュで栄えたために、人口は8万人を超えていたが、その後1950年代には500人まで減ってしまった。しかし古い街並みが多く残っていたために観光を、主産業としての街の復興に成功し、 今では、毎年200万人以上の観光客が訪れる場所となった。バージニアシティ、1867年から68年、ゴロバージニアシティは、ネバダ州で最も古い共同体の一つである。町の名は、オールドバージニーの愛称で呼ばれた、ジェームズ・フィンニーが由来とされる。フィンニーは、コムストックロードの発見者で、本名は、ジェームズ・フェニモアであったが、 殺人を犯して、生まれ故郷のバージニア州から逃れてきたという。州内の他の都市同様、バージニアシティは鉱山都市であった。1859年のコムストックロード銀山ストライキで全国的に知られるようになる。ピーク時の人口は3万人を超え、アメリカで最も豊かな都市と呼ばれた。コムストックの成功に続く20年間で、およそ4億ドルが地面から掘り出されたという。 コムストックロードが1898年に閉山すると死の人口は急激に低下した。甲府の大半はコーンウォール人かアイルランド人であった。リノから南東へ約37キロ。ありがとうございます。